どうもこんにちは、ダノエラと申します。タックボルトが発売してから対戦動画いくつか出したと思うんですけれど、その中でも一番、まあ、好評をいただいててデッキレシピを知りたいという要望をたくさんいただいたラティアス&ラティオス GX のデッキを、まあ、ここらで軽く紹介しておこうかなと思います。まずラティアス&ラティオス GX の基本スペックなんですけれど、 HP250 のドラゴンタイプの種ポケモンでタックチームですね。で、技を2つ持ってて、1つ目が4エネバスターパージ、240ダメージで高火力出せるんですけれど、こいつについている基本エネルギーを3枚トラッシュしなければならない。ただ、それと相性がいい GX 技を持ってて、R ユニット GX、超エネルギー1個で打てて、自分のトラッシュにある基本エネルギーを5枚自分のポケモンにスキルのようにつけることができると。ここまではゼラオラ GX のフルボルテージとかと大して変わらないんですけれど、追加でエネルギーがもう1枚ついてると、さらに次の番、こいつは相手から技のダメージを受けないっていう追加効果を得ることができるっていった感じですね。で、超エネルギーをよく使うポケモンとして、こいつと比較されがちなのがウルトラネクロズマなんですけれど、あっちは超エネルギーが1個か2個しかついてなくても、まあ火力の内訳ができて、なおかつ、ウルトラビーストなんで、ビーストリングとかその辺の強力なカードの恩恵を受けることができると。まあ、対してこっちは4エネ要求で、なおかつ240ダメージっていう大味な火力しか出せないので、まあちょっと扱いづらさの方が目立つのかなと。で、サイコリチャージのカラマネロと組み合わせて、毎ターンバスターパージを連打しようっていうデッキにしようとすると、最終的に今度はこのラティアス&ラティオス GX 自体がデッキから抜けるっていう、まあそういうジレンマがあると思うので、今回はこのラティアス&ラティオス GX を診断のスターミと組み合わせて、まあ、このラテラティの強さを最大限に活かして戦っていこうというコンセプトでデッキを組んだ次第です。じゃあ早速ポケモンから見ていこうと思います。このデッキ、まあメインのラティオスは3枚入ってますね。基本的に使うのは2枚なんですけれど、たまに3枚目使う時があるので、とりあえず3枚、まあデッキコンセプトっていうところもあるんですけれど、で、ラティオスと相性がいいスターミとヒトデマンが3-3で入ってますね。この診断で登場したスターミがラティラティとものすごく相性がいい技を持ってて、1エネストレンジウェーブ、相手に40ダメージを与えつつ、なおかつ、自分の山札にある水または超エネルギーを3枚自分のポケモン1匹につけることができるって追加効果を持ってます。まあ、要は2ターン目にこのストレンジウェーブってやって、ベンチのラティオスラティアスにエネルギーを大量につけてやって、次の番からこいつ逃げエネゼロなんでベンチに帰ってやって、バスターバージ打っていくっていった動きが基本になるかとは思います。このラティラティの強いところって、4エネで240ダメージ、ストレンジウェーブであらかじめ40ダメージを乗せておいたりだとか、あとハチマキの火力パンプを重ね合わせれば、基本的にホエルオー&コイキング GX 以外のタッグチームのポケモンを現状全てワンパンすることができるっていうところが魅力ですよね。で、このデッキの基本的な動きは、2ターン目にストレンジウェーブでエネ加速をして、3ターン目に、ラティラティでバスターパージ一発目。で、4ターン目にエアロユニット GX で前無敵になりつつ、ベンチでもう一匹、ラティオスなり、まあ他のサブアタッカーを用意してやってエネ加速をして、で、5ターン目以降に2発目のバスターパージ、3発目のバスターパージみたいな感じで技を打っていくのがメインになるんですけれど、バスターパージを打つ必要がない非 GX アタッカーに関しては、ダストダスアルとか、この後説明する、まあ、ポケモンで戦っていく感じになりますね。このダストダスが1枚しか入ってないので、基本的にはメタモンプリズムスターから進化することになりますね。エアロユニット GX でエネ加速をしてやる必要がなくて、いきなり出てきて手張りでゴミナダル打てるっていうのがすごく強くて、ラティオスで倒す必要がない非 GX アタッカーに対する打点になるんじゃないかなということで、この、ダストダスを1枚入れてあります。あと、それから、破れかぶれのマーシャドウも1枚入ってます。これは、エアルユニット GX を打つタイミングで、マーシャドウを出して、お互いの手札をリフレッシュさせたいんですけれど、これで、まあ、相手の手札を減らしてやってから、エアルユニット GX を打つことで、まあ、相手にグズマとかを打たせないようにしつつ、エネ加速をできるっていったところですね。あと、エアロユニット GX を打てなかった時とか、これだけじゃ足りなかった時用のルナーラプリズムスターですね。フルムーンスターで自分の場のポケモンのエネ加速ができるので、これも入れてます。あと、こいつ自身も終盤アタッカーになれるっていうところもいいですよね。それからもう一枚のサブアタッカーとしてギラティナが入ってます。これ破れた扉でダメ感をベンチポケモンに1匹置いておくと、終盤確定数がずれたりしてきますし、あとエアロユニットとかフルムーンスターでギラティナにエネ加速をしてやってサブアタッカーとして使うこともできるっていった感じですね。基本的にギラティナって今カラマネロと組み合わせて使われてて、ギラティナ倒しても何回でも蘇ってくるので、まあベンチでエネ加速した状態で一旦置いておいても、あんまり狙われる心配がないんじゃないかなっていうことで、まあギラティナサブアタッカーとしても結構活躍できるんじゃないかなっていうような気がしてます。あとはカプテティフ GX、 このデッキやっぱり超ポケモンとドラゴンポケモンしかほとんど入ってないので、ミステリートレジャーが4枚入る都合上、サポートを手札に回収できるカプテティフも2枚は入れといて損はないんじゃないかなっていうような気がしてます。ワンチャンカプキュア打てるのもいいですよね。
で、このデッキでは2ターン目にどうしてもスターミのストレンジウェーブを打ちたいので、サーチ系のボールを大量に採用してます。ミステリートレジャー4枚、ネストボール4枚、ハイパーボール2枚。あの、終盤腐ってきたカードっていうのは、時輪の森のコストで捨てたりもできるので、まあそういった意味合いも兼ねて、最初の1ターン目、2ターン目の動きを安定させることが重要かなと思ったので、この辺のサーチカード多めに入ってます。あと、こだわりハチマキが2枚ですね。これ、ハチマキつけてバスターパージ打ってやると、270なんで、不思議花のタッグチームのポケモンもワンパンすることができるようになるので、まあこれは2枚ぐらいは入れといた方がいいかなと思います。エスケープボードも2枚ですね。基本的にギラティナとルナーラ以外のポケモンだったら、これつければ逃げ根がゼロで運用できるようになるので、まあ2ターン目に確実にスターミーで技を打つために、例えばラティオススタートしちゃった時とかにエスケープボード持たせてベンチに逃げてやれるようにするっていった使い方ができるので、これ2枚入ってます。で、単価1枚、ブロワー1枚。ブロワーはそうですね、ゴミナダルの火力も上がるんで1枚入れといていいと思います。あと、エネルギーリサイクルが1枚。このデッキは、時輪の森とかでガンガンエネルギーを消費していくので、終盤エアロユニット GX を使ったとしても、手張りの分のエネルギーが足りなくなる時があるので、まあ、その恐れを、まあ、その心配もあるので、エネルギーリサイクルは保険で1枚入ってるって感じですね。エネルギーリサイクルでね、山札に戻してやった後、ストレンジウェーブっていった動きも可能になるので、まあ、そこも見てって感じです。で、ドロサポは白な4枚、リリエ2枚、あと、新しく出たエリカのおもてなしも2枚入ってるっていった感じですね。まあ、この辺はドアンテなドロサポをとりあえず突っ込んだみたいな感じなんですけれど、まあまあこんなもんでいいんじゃないかなって気がしてます。あと、ジャッジマンが1枚入ってます。これもまあ、破れかぶれと同じ感じなんですけど、エアロユニット打つタイミングで打てたら強いよねっていった感じ。アセロラはラティオスが HP250 で基本的に相手のポケモンの攻撃一発耐えることができるので、エネルギー使った後一発攻撃食らってアセロラで回収してやったら強いんじゃないかなっていうことで1枚入ってます。グズマが3枚。で、それから新規のスタジアム、時輪の森もこのデッキとすごく相性がいいので2枚入ってます。終盤必要なくなったボール系のカードとかポケモンを手札からトラッシュしつつ山札から必要なエネルギーをサーチしてくることができるのですごい強いと思いますね。で、基本エネルギーは超エネルギーが9枚、水エネルギーが3枚っていった感じかな。まあ、水エネルギーは3枚ぐらいが妥当なんじゃないかなっていうような気がしてます。2枚じゃちょっと再度落ちが怖いので、まあ保険も兼ねて3枚って感じです。そうですね、このデッキ使った感想としては、GX ポケモン相手にはめちゃくちゃ強いなって言ったところですね。非 GX 相手にはちょっと苦戦を強いられるっちゃ強いられるんですけれど、まあ、今後タッグチームのポケモンもどんどん増えていって、これからタッグチーム環境になっていくと思うので、そういった面では、まあ、現状ホエル王以外のタッグチームのポケモンを基本的に8枚引き込みでワンパンしつつサイド一気に3枚取れるのはそれはそれで魅力なんじゃないかなっていうような気がしてます。あとイラスタードがでかい。まあ、ピン刺しのポケモンは多いですけれど、メインの動きっていうのはタッグボルトのカードだけでほぼほぼ完成させることができると思うので、よかったら組んでみてください。それじゃあ今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。